どうも、ドズルです。さあ、今日はですね、クラッシュロワイヤルやっていきたいと思います。さあ、今日は、ゲストにアッキーさんに来ていただいております。アッキーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、アッキーさんが来たということは、今日は何をするんでしょうか。アッキーとクララ TV を見よう。イエーイ。はい、ということでアッキーさんと一緒にですね、クララ TV を見て最近のトレンドの攻めだったり、ね、何が強いのかっていうのをね、はい、見ていきたいと思います。はい、ということでおまけの宝箱を適当に開けまして、アイスウィザード欲しいな。あ、出ないおまけの宝箱結構でも出ますよね。いいの出ますね、はい、すごく。さあ、ということで今日何見ていきましょうかね。最近私がこうクラロワ TV とかを見て多いなって思う編成、はい、プリプリペッカ。プリプリと言いますと、プリプリというのは、はい、プリンスとダークプリンス、なるほど、さらにペッカを加えたプリプリペッカっていう戦術がむちゃくちゃ多いんですよ、はい、あの強いかどうかは別として、クラロワ TV で例えばこのなんて読むんだろう、小両所夫さん、はい、よくわかんない、あの今中心に映っている右の方ですね、はい、本当ですね。これプリプリペッカです、はい、これアイスウィザードとプリンセスレベルがえぐいことになってますが、あ、まあ、ありましたね、はい、あとここ中心部にある、あ、これプリプリペッカ同士だ、どっちもですね。これ見ていきますか。そうですね、ただこれは左のプリプリペッカ、あ、でも一緒か、全く一緒ですね。全く一緒ですね。はい、ということでじゃあこっち見ていきましょうかね。完全に技術の戦いですね。はい、プリプリペッカ同士の戦い、はい、どうなんですかね。結構プリプリってダークプリンスがコスト4、そしてプリンスがコスト5なんで、はい、ペッカと組み合わせると結構重い気がするんですけど。本当ですね、やっぱそうなるとやっぱ、はい、エリポンが、エリクサーポンプがやっぱり、なるほどなるほど、このエリポンをいかに、はい、うまく相手より多く設置していくか、これが重要になってくるかなと思われます。さあ、相手のダークプリンスに対してペッカで受けます。ダークプリンス結構ね強いって思われてる方多いと思うんですけど、はい、まあ、確かに特性はすごい変わっているんですが、はい、あの単体ユニットで受ければそんなに、あ、そうなんですね、あの要は攻撃ダメージの、はい、なんていうのかな、集団攻撃ダメージ突進が2倍っていうのがかなり痛いので、はい、バーバリアンとかで受けなければ結構案外あの普通に処理できたりもします。これえぐいですね。相手フリーズを使って今防衛したんですけど、すごい一瞬でペッカ解けましたよ。本当ですね。あのこのクラスになると攻撃力がかなり高くなってくるんですよ、はい、ユニットたちの、はい、なんであのタワーに届いて数発攻撃やってればもうかなり致命傷になってるってこともあり得るので、あ、はい、あの私たちが普段戦っている、レベルで考えてもちょっとあの違いますよね。ちょっと感覚が違うんですね、はい、さあ、アイスウィザード結構削りましたね。もうすでにこっち2個、はい、置いてますね。そうですね、エリクサポンプ手前は2つ置けております。これ手前の人の方がペッカをたくさん出せているイメージがあるんですけど、そうですね、あの上の人は、両方のプリンスをどんどん展開していて、はいはい、下の人はペッカを中心に展開しているようなイメージですね。主力というかどっちをメインにするかっていうのは、はい、あの人それぞれかもしれない。そうですね。おお、これでダブルフリーズです。相手の上側の人は結構相手のユニットをフリーズでかけて、はい、その間にペッカとか大型ユニットを処理していこうというやり方ですね、はい、やっぱり手前に大型ユニットいて後ろにアイスウィザードつけられると非常に厄介なので、それをそうですね、うまくフリーズで固めておいて一気に処理していくといったやり方です。あと届きましたね。さあ、これどうでしょうか。結構下の人の方が優勢に見えるんですが、さあここで落とせるのか、落とせない。やっぱ下の人の方がこうペッカを軸に戦っているんで押し切れているイメージなんでしょうか。そうですね、やっぱ防衛でフリーズを使っちゃうとその分その後の反撃が怖いですよね、はい、そこで処理できなかった時のですね。そうですね。さあ、ここでほとんど同じ戦力のユニットが固まります。お互いフリーズ、やっぱ防衛フリーズっていうのが基本になってくるんでしょうか。本当ですね。守りの時もやっぱ使うことで、はい、止めることでこうタワーから攻撃を与えたり。なるほどなるほどなるほど。このクラスになると本当に一瞬の隙がやられる。お、これ逆転ある、逆転ある。あ、めちゃめちゃめちゃめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。さあ、フリーズで固めて、さあ相手も固め返し、固め返し。あ、さあどうだ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 。すごい、もうプリンスが、あ、これやばいよやばいよ。さあ、プリンスで縦にしますが、これ一気にこれ持ってかれる可能性ありますね。アイスウィズもたくさん来て、はい、アイスウィズと後ろにプリンセス。これえぐいですね。さあ、矢で一気に処理しますが、アイスウィズをどう使っていくのか。さあ、どうだ。ここで
お、上側のフリーズですね。さあ勝負決まりました。おお、逆転勝利しましたね。あの下の人の方がずっと優勢を保っていたように思ったんですが、押し切られましたね。はい、結局やっぱペッカに対しても、はい、あのプリプリを出すことで、はいはい、そのペッカももうやられてそのまま押し切られてましたね。なるほどなるほど、はい、アイスウィザードがねでかいかなと思います。あ、あのアイスウィザードやっぱペッカの後ろに出されると、はい、本当に嫌ですよね。そうですね。でペッカがやられる頃にはダブルプリンスが後ろからまた突進してくるっていう、はい、あの縦の二段構えっていうか突進の二段構えがあるので、ちょっとやっぱそこら辺がこの戦術が強いと言われるゆえんかなと思います。あのアイスウィザードっていうユニットがすごく優秀で、はい、相手の攻撃速度を2分の1にするっていうすごい立派な特殊能力持ってるんで、はい、それをいかに長時間こう使えるかっていうので、はい、多分うまく調整されているんじゃないかなと思います。もう一つプリプリペッカを見ていきましょうか ね、 そうですね。今の方はフリーズを結構攻撃じゃなくて防衛に使ってましたね、2人とも。あ、この人、あ、この人プリプリペッカだけどアイスウィザードがないプリプリペッカです ね、 ですね。じゃあこれ見ていきましょう、はい、どうなんでしょう。アイスウィザードが結構このプリプリペッカの肝になるかなと、私思っていたんですけど、ね、はい、ないとじゃあどうなんですか、ね、どう戦っていくのか。アイスウィザードの代わりに、ガーゴイルの群れを入れてますね。さあまず相手の様子を見たいですが、ここペッカ投入していきます。さあ相手大砲、やっぱ防衛施設があるとねペッカ歩かされちゃうんで、ね、すごいタワーに届きづらくなるイメージがあるんですが、これ上の人の戦術は主力なんでしょう。ロケットかな、迫撃砲ではなかったですよね。ロケットデッキですかね。ロケットデッキでここまで上げれるんですね。むしろ本当ですね、すごい。さあ細かいユニットに対して、さあここの大砲の置き方素晴らしい。うまく細かいユニットで、ターゲットを取りながら大砲で、こちら側の下側のプリンセスを処理しました ね、 そうですね。あのペッカーやっぱりこうやって細かいユニットでサクッと処理されちゃうと本当にきついんですよね。あ、はい、不利になっちゃいますね、はい。さあここでロケット使うのか。さあ来ました、ここで初ロケットですね。多分それ初ロケットなんで、はい、エレクサーポンプあんまり気を使わずに置いちゃったんで、ね、今ので、はい、あの修正が必要になってきます、はい。やっぱロケットでタワーにダメージ与えられつつエレクサーポンプも破壊されてしまうと本当に展開としてはきつくなるの で、ね、あのキングタワーの前に置くとねそれが阻止できます。さあちょっとこれは、細かいユニットが相手に多いので下側の人としては、ダークプリンスを使って細かいユニット処理していこうという作戦なのかなと思われます。さあ、ファイアーボールでこれプリンセスを処理してきましたね。さあここでプリプリペッカ登場です。さあプリプリペッカ3人とも揃いましたが、やっぱアイスウィズで固めちゃう。あ、本当ですね、これがやっぱ痛いんですよ ね、 すごいですね。すごいアイスウィズ強い、やっぱその、はい、しかもまとめて固められるじゃないですか。そうなんですよ、範囲攻撃っていうのがでかいですよね。やっぱりこうされちゃうともう攻撃側としては何もできないと言われる。タワーまで全然行ってないですね、はい、タワーどころかですよね本当に。さあここでペッカー、さあロケットを逆サイドに打ちます。これはもうエレクサーポンプを発動させないようにして、下の人のプレイヤープリプリペッカーを完成させないようにしてるんですかね。やっぱペッカーがもうあの体力満タンでタワーの近くまで来ちゃうとそこからもうやられてしまうんで、あ、でも落ち着いてあれですね、しっかりと後ろのプリンセスを矢で破壊しているあたり、はい、あのきっちりとこちらが嫌な、防衛の仕方っていうか ね、 ですね、プリンセス先にやっつけないと細かいユニットやられちゃいますね、はい、そうなんですよね。そこら辺しっかり上の方は分かって落ち着いてロケットで処理していきます。さあここちょっとアドバンテージが上の人にあるのかどうでしょう。ロケット今2発左のタワーを受けていますので、さあ残り時間が、なくなりましてサドンデスマッチ、ちょっと下の人からすると展開としてはきつい、苦しいですね。あの私も結構最近ペッ、お、ダブルプリンスを逆サイド、さあどう出るか。これはちょっと厳しいか、やはり対応されましたね、しっかり。やっぱり大砲が優秀ですよね、コスト3でしっかり真ん中に寄せれるので。さあペッカ逆サイドから出しましたが、ちょっとここでロケット打たれてしまってジリ貧です。さあどう対応するか。右も結構落とされそう。ああここでやられてしまいました。いやーうまいですね上の人。まあでも最近こういったロケットデッキ、てかロケットデッ
機あんま見ないんですけど、そうですね、今の見るとなんかすごい強そうな、強いですね、はい、イメージがあります。なんかそのプリプリペッカとの相性がすごい良さそうでしたね。いいですよね。あの重量級に対してやっぱ細かいユニットプラス防衛施設っていうと、うん、あのペッカどうすることも本当できなくなっちゃうの で、ジャイスケペッカにはこういった編成はかなり強いと思います。まあ、相性ももちろんあるんですけどね、うん、はい、ということで、今回はプリプリペッカ、話題のね、プリプリペッカを見ていきましたが、どうですか、使ってみたいっていう気持ち起きました？使ってみたいですね。僕やっぱ攻めるのが好きなんで、はい、あ、いいですね、はい、重量級で自分から出してって、はい、この攻めるってなった時にポイントとしては何なんでしょうか。こう見ていった時に、はい、どこがポイントなんでしょうかね。こうペッカをまず展開していって、ペッカプリンセスで作るじゃないですか、はい、でその後の展開でダブルプリンスを召喚していってって感じだと思うんですが、はい、あの逆サイドで出したりっていうのもたまにはいいと思うんですけど、そうですね、どういったところを見てそこら辺も考えているのかなっていうのをちょっと、トップランカーの人にも聞いてみたいですよね。そうですね、ぜひ。多分相手が、出してきた防衛ユニットを見て、あのダブルプリンスを出す位置だったりタイミングだったりを決めていってると思うんですけど、突進を当てないと意味ないですもんね。そうですね、ダブルプリンス、特にダークプリンスで細かいニット処理して奥のタワーにプリンスでダメージを与えるっていうのが本命だと思うので、うん、ピッカーはむしろ相手を引きつける的として使うっていうイメージの方がいいのかもしれませんね。あのペッカを使った戦術基本そうなんですけど、あの盾役なんでね、あくまで。はい、ということで、今日はプリプリペッカを紹介させていただきました。またクラロワ TV いろんなリプレイ見ていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、今日はこんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。